今回はこの名探偵コナンで死んだ人の数を数えてみようかなと思います。コナンはいろんな事件にね出くわすわけですけども、その度その度人が死んでるわけですよね。でその死んだ人の人数って何人ぐらいなんかなって、まあ、素朴な疑問でちょっと思いまして、今回はこの94巻で何人が果たしてコナンに間接的に殺されたのか、まあねコナンがね、まあ、正直事件を巻き起こしますから、コナンがそこに行かなかったら死んでないですからね絶対。だから間接的にコナンが何人殺したのかっていうのを今回はひたすら読み続けて数えていこうかなと思います。で一応ルールとしましては、失踪とかそういうのはなしにします。ちゃんと死にましたって人だけを数えていこうと思います。うやむやに書かれてる人はカウントしないで、生産から飲まされて死にましたとか刺されて死にましたとかっていう人だけを数えていこうと思います。はい、集計が終わりました。で一応集計は取れましたよ。紙ねこちらです。全部書いてますね。こんな感じですぐ果てしない戦いでしたけど、まあね5人ぐらいでやったんでね、とりあえずおそらくちゃんと集計できると思います。まあ誰かが何個かミスしたりとか上がると思うんですよね。こんな感じでやってるんで、一応94巻までやってます。でこれを一応 Excel でまとめてグラフにしてみました。じゃあ見ていきましょうか。まず関数ですね、こちら死んだ人数こう書いてます。見てください、思った以上に少ないでしょ。あー確かに、ほら基本1から3人4人以上がもうここなんですよ。28巻なんですよ5人で。だから少ないんやな案外な。では結果的に何人死んでたのかですけども、ずーっと下がっていって94巻できました。224人コナンに間接的に殺されてました。思った以上に少ない。俺予想多分300、500って言ったんだけど224人でした。まあこれね、バスで大量に死んだ人とかは入れてないんで、ちゃんと死因が載ってて名前も載っててっていう人だけをピックアップしてるんで、まあ数え方によってはもっといたりとかもすると思うんですけど、はいはい、一応この結果でしたね。